最近分かったことがあったんだけど、そのふぶきちゃんとも仲良しなの、別に。だコロさん、コロさんとだけなんよね。テワニャンが不仲なのはコロさんだけなんだよね。逆にミオちゃんもふぶきちゃんもあやめちゃんも別にテワニャン仲良かったから。コロさん来るとテワニャン目まん丸くなっちゃうんだよね。犬だからかな、コロさんを見るとテマニャン目が丸くなるからさ、おもちゃかなんかだと思ってんのかなと思って、狩りをするモードに入ると目がまん丸くなるのね。黒目が大きくなって、コロさん来るとあの体揺らしてさ、あの飛び込む準備し始めるんだよね。わかる？猫ってこうさ、にょ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 パッて走んだけど、コロさん来るとあの飛んでく前のやつやんだよね。ねえ、なんでなんだろうね。めっちゃ攻撃されてんので、絶対コロさんだけ足噛まれんだよね。で、不思議なもんで、僕もさ、コロさんじゃないですよ、テマニャンとずっと一緒にいるけど、足噛まれたこと一回もないのね。家に来て本当に一回もないので、他のメンバーも足噛まれたこと一回もないんだけど、コロさんだけ来ると毎回足噛まれるんだよね。謎じゃない？なんでなんだろうね。足になんかあんのかもね。コロさんの足にだけ、みんなにはない足に何かがあんのかも。いやー、マジ謎なんだよね。ねえ、いや不思議です。ちょっとこの謎が解明されたらね、またあのみんなにちょっと話そうかなと思うんですけど、不思議だわ。コロさん来るとあの体揺らしてさ、あのニョ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 パッて走んだけど、ねえねえ、不思議だわ。コロさんだけ来ると毎回足噛まれるんだよね。コロさんの足にだけみんなにはない何かがあんのかも。